えー、今回はですね、再結成というか、再始動した男組1988の公式サイトからいろいろと見ていこうかと思います。公式サイトの URL は動画概要欄に貼っておりますので、えー、そちらからね、詳しいことは見ていってください、えー。まずね、トップページをざーっと見てみましょうか。10月11日、これ私の誕生日ですけども、会場販売、グッズの方が出てますね。よかったですね。そして10月1日なんですけども、オフィシャルサイトから オフィシャルストアつまり通販ができるっていうことでね私も何点か右下のカートの中に入れてるんですけどまだまだ買っていこうかと思いますでアイテムの紹介ですね男組がライブで着ていた T シャツ4人の特徴を表した星それからあバックプリントもありますね男組というふうに円を描いてますねこれもなかなかいいですねこのデザイン誰が考えたんだろうねうん 男組1988再結成に相応しい名曲ですよさすが成田翔二さんっていう感じですよね他のメンバーに対するそして男組に対する愛が結構こもってますで次の T シャツなんですけどもこれね数々の名曲がここに出ています多分このバックプリントはライブでやっているセットリストかなと思うんですけどもね「デイブレイク」「ミッドナイトレイン」「秋」いい曲ですようん 私のの好きなのはねこのもうちょっと先「マイライフ」ですね「マイライフエンジェルティアーズ・クロス・シー・ハート」これこの辺がいいかなと思いますねうんまあこうやって文字をね T シャツにパッと書いただけでもいろんな思い出がこの脳裏をよぎるというか30年以上の男組の歴史そして共に歩いてきたファン何百回何千回じゃなく CD も聴きましたよね今では中古に落ちてることも珍しくなってきました男組の。 このシリーズですけどもこれを機会にまた再販がされるといいですねで、えー、今回の目玉ですけども男組のこのかっこいい50代で揃った男組の T シャツなぜかねずっと男組って続いていたんじゃないかなと思わせますし本当に続いていたんでしょうねでこれがステッカーかなあアクリルスタンドねこれっていうのはだから当時なかったアイテムですよねうん今だからこそ生まれたアイテムといえます はいそしてストラップこれも当時はなかったですね今だからこそあるアイテムですねでえっ、ー、とフェイスタオルっていうのがありますこれは定番ですよね案外安いですねタオルはねそれからフェイスタオルのそれぞれのメンバーをワンちゃんに模したこのねタオルでございます缶バッジも本当に古典的なアイテムですけども10個1組で3000円あ3000円ということで1個300円ですね、えー、それからはあこれねリストバンド ロックバンドの定番ですよ、これね。メンバーがしてて、ここで汗をこうね、手首から手のひらに落ちるのを止めるというやつ。で、ね、大きいバージョンと小さいバージョン。これだったら大きいバージョンを買った方が得かなと思いますけども、女性はちっちゃいのがお似合いだと思いますよ。それから私も買おうと思っているこの帽子ですけども、I'm waiting for you. よく作ってくれました。 これいいですね。それからアカペラの stay with me これも名曲だと思います。私は I'm waiting for you ね。4000円で買おうかと思います。頭のサイズがちょっと心配ですけども。はい、ぬいぐるみもありますね。これぜひね、なんかこうバッグにつけておいていただいてお互いに遠くからでもあ、おぐみファンだってことで共感していただきたいかなと。で、ステッカーのセットが1500円で10個ですか。 これはネコポスで届けられますんで、送料も安く済むのかなと思いますよね。えっ、ー、と、昔ながらのロゴと、それから今だからこそのロゴと、それからパズルもちゃんと入ってます。で、エコバッグ。これも今だからこそあるやつですよね。2000円か。買い物のお供にいかがでしょうか。スーパーに行くとね、やっぱ50代の女性同士で、あ、あの人男組のファンだってことで共感するものがあるんじゃないでしょうか。 でポーチはやっぱり化粧品とか小物を入れておくのに適してるかなと思いますえそれから私も買おうと思うんですけどトートバッグのこの赤バージョンですね私の場合は赤くて目立つやつで男組ってことをね知らしめたいなと思いましてこの3200円のやつを買おうと思いますなんかねジッパーも付いてるみたいなんですよ例えばこれね商品をクリックするとこうやって詳細が出てくるんですよ3200円で赤でサイズがこうあってね素材がこれですよと それがファフナー付きのトートバッグということで多分ね頭のところがファスナーで閉じられるんでしょうでバッグの中にはポケットとかはないみたいなんですけども商品実際に届きましたらまた動画で紹介したいと思います3200円っていうのはまあお値頃価格かなと思いますけどもねおぐみの活動を喜ぶならやっぱ買った方がいいかなと思いますけども <laughs> えそれからこれバンダナ4ピー,ピースボックスバンダナが4つ入ってるやつですか うん、まあ今の時代バナナマクってのは結構勇気がいると思いますけどもなんか小物をね包むのにとか使ったらどうかなと思いますそしてピック型ネックレスは今在庫確認中ということでもしかしたら生産が追いついてない在庫がない状態かもしれませんでもおしゃれでかっこいいんでぜひね1個買っておきたいなと思いますでネックレスのな、ね、ちょっと似合わない方っていうかね選ばない方はぜひね大型のストールこれは成田章二さんを意識してるんじゃないですか ね、T シャツ、ストゥール、そして、えー、コンブレザーみたいな感じで、下にジーンズを着るとね、まあ、成田松二さんになれますよっていうね <laughs>、アイテムかもしれません。男組のロゴが一面にびっしりという感じで、えー、ルイ・ヴィトンよりおしゃれだと思いますよ。これもちょっと高いですけども、買おうかなと思いますね、うん。で、男組っていうね、グミですね、お菓子、シャレが入ってていいですね。はい、じゃあもうちょっとページを洗ってみましょう。2ページ目です。T シャツがまだありますね。あ、これ また同じなのか一覧ですね。はい。一覧でございました。だから、製品は以上ですべてです。はい。で、私が今のところカートに入れてるのを紹介しますと、これね、T シャツでしょ。5,500円のこれっかっこいい黒いやつね。メンバーの。 バックプリントもあるやつ。で、フェイスタオルは当たり前に買って、トートバッグは、まあ、何回に使おうだろうと。で、帽子はすぐに被りたい。I'm waiting for you。一番好きなアルバムなんですよ。えー、それで男組ですよね。このリストバンド。16,700円ですけども、まだ買い足しますんで、3万くらいはね、今回。 買っておきたいいなと思います特にコンサートの現場に10月行けなかったんでコンサートに行ったつもりで入場券とね宿泊費と旅費のつもりで行くと3万円でもまだ全然安いなと思いますんでどんどん買っていこうと思いますじゃあトップページにもう一回行きましょうはい元通りこのトップページに来ましたけどもこれねこのページだけじゃなくってちゃんとね右上に3本線があるでしょここをクリックするとそれぞれページが出てくるんですよご利用ガイドよくある質問そして ユーザーの新規登録で、この、あの、男組の専用サイトをユーザー登録すると何かと便利です。で、えー、私の場合、これログインをね、していくんですけども、ログインしたらどうなるのかなってことでございます。はい、こういうふうになりますね。ヤシの木、どれだこれと、これこれもかはい、じゃあ確認しましょう。お、いけたかなはい。これでログインできたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。住所も出てますね。OK ですね。じゃあ、改めてトップページに行って、 あ、これも売り切れてますねコンサートであのメンバーが来てたやつですねうんいやでもね私これねこっちの方とかこっちの方がいいわこれいいですねパズルねパズルのピンクのやつ買おうかなこれで私の場合 L がちょうどいいかなと思ってこれカートに入れときますこのパズルだと遠くから見ても男組ファンってのが分かりますんで夏場にこれ着てみたいなと思いますね はい。あっという間に2万円超えますけども、まだ買いますね、私はね。はい。3万円ぐらいまで今回は買ってみようかと思います。それじゃあ、今回は、あ以上のような感じで、お得意の専門サイトを紹介を終わります。皆さんもぜひ URL を動画概要欄に貼ってきますのでご利用ください。お疲れ様です。